皆さんこんにちは、もうかなりお久しぶりですね、なんかもうちょっと忙しくて、もう YouTube も全然撮影できてませんでした。で、まあ自分の私の打撃理論の集大成の、教材を出すって、言って、沖縄で撮影もだいぶ前終わってるんですけど、編集がまだ間に合ってなくて、ちょっといかんせん忙しすぎて、ありがたいことなんですけど、それでね、結構こう全国からまだかっていうお問い合わせをいただいて、ありがたい感じで、もうちょっと お待ちください。で、もう YouTube 撮影ももうね、忙しいっていうのも、あるんですけど、ちょっともうできてなくずっとできてなくて、でもこのタイミングで なんでまた再開したかっていうと、昨日オリンピックで、東京オリンピックで女子ソフトボールね、これ女子ソフトボールね、女子とソフトボールが金メダルを取ってくれて、で、感動と勇気をいただいたので、この、ね、機会に、今までこう、ね、YouTube 撮影ができてなくて、言いたいこと伝えたいことっていうのは、結構溜まってるので、どんどん伝えて、技術的なことから戦略的なこと、メンタル的なことから世界ナンバーワンの選手になるために必要な情報っていうのを、伝えていけたらいいなと思ってまたこれ始めます。で、教材ももちろんそうですけど、ちょっとオンラインサロンっていうのを開設しようと思って、結構本当に皆さんが必要としている、知識であったり情報っていうのを、そのオンラインサロンでどんどん伝えていけたらいいなと思います。で、このタイミングで、日本女子ソフトボールが、ね、こうやって感動をくれたので、自分も、頑張らないといけないなということで、始めたいと思います。興味がある方はね、また概要欄に、概要を載せておくので、そこから、オンラインサロンに入会していただいて、いろいろ情報を仕入れて、世界ナンバーワンプレイヤーに、なってください、よろしくお願いします。で、昨日ね、女子ソフトボール金メダル取りましたけど、なんていうんですかね、オンラインサロンどういう、情報を載せ、どういった情報とか技術的なことを、配信していくかっていうのを、少しだけ話します。上野さん、ピッチャーの上野さん、これは自分の大学の大学の後輩に当たる菅野とかも、リスペクトしている、選手なんですけど、で、上野さんは、私はもう受け売り的なことを言ったりしないんですよ。自分のやってきた、感覚だったり技術を教えてきた、こういうふうに教えたらこういうふうな結果が子どもたちに出たとかね、選手に出たっていう、自分が体験したことしか言わないんですけど、なんかもう本とか、ね、ネットとかで仕入れた情報を教えるってことは一切ないんですけど、上野さんが、いいことを言われてたんで、私が薄々思ってたことを言葉にして言ってくれてたん で、それをちょっと伝えたいと思います。で、上野さんは勝負事って絶対ってないって言うじゃないですか。だから、絶対に勝てる試合とか絶対に打てるとか絶対に抑えれるっていう、その絶対を持って試合に挑むことって、そんなないと思うし、どっちに転ぶか分かんないっていう状況の中でプレーをしていると思うんですよね。で、絶対はないって言われる中で、上野さんは知れば知るほど絶対はあるっていうんですね。だから、上野さんの経験してきた経験値、外まっすぐに自分の一番いい球を、ね、外低めに投げとけば絶対なのか、インコース高めにのけぞらしといて、外に落とすとかね、その内容は分かんないですけど、その上野さんの中で絶対はあるっていうんですね。もちろんそのだからあの人ストイックでめちゃくちゃ、すげえ練習するんです。で、周りからしたらね、本当なんでそこまでやれるのって思うと思うんですけど、本人はおそらくですね、本人は自分の中の絶対があるから、その絶対のパフォーマンス、その絶対っていうパフォーマンスを出すためにただ努力してるだけなんですよね。だから本人としてはその絶対っていうのが見えてるんで、それ
をイメージ通りにパフォーマンスを出せるっていうことのみに専念して練習してるんで、多分練習は苦になってないと思うんですね。だからまあ年々年を重ねていって、その絶対っていうあの頭の中のイメージ通りにプレーできなかったら、まあピッチャーでいうとそのイメージ通りのボールが投げれなかったら、まあ結果は変わってくるだろうし、だからそのまあ絶対っていうものに対してそのパフォーマンスを出すってことだけに専念して練習をしていると思うんですよね。だからまあ結果に直結するっていうか、まあまあそれは世界ナンバーワンになるわなっていう話なんです。で、じゃあそれを仮、じゃあピッチャーの絶対っていう、のをこれ今度バッターに置き換えたら、バッターの絶対って何ってなると思うんですね。で、まあ私の経験上、私もその感覚にいた時があるんです。で、この感覚を持った瞬間からめちゃくちゃ成績はやっぱ良くなりました、ね。だからそのバッターにとっての絶対っていうのは、私が思うにあることなんです。あることがあれば、まあどんなピッチャーが来たって怖くないし、まあ自分の中で絶対っていう、その絶対結果残せるっていうもう確証があるんですよ。だから逆に言うと、その絶対っていうものを持って試合に挑まないと、やっぱ結果って そんな簡単には出ないです。一か八か どうなんかなっていうぐらいの感覚じゃ、それは安定して成績は残せないです。絶対大丈夫、絶対っていうぐらいの自信と確信を持って試合に毎回挑めて、やっとそれで、ね、結果出ていくっていうぐらいの話だと思うので、でまあ、うちの、まあ、オンラインサロンでいうと、そういう、じゃあバッターにとっての絶対っていうのは何なのっていうことであったり、じゃあ世界ナンバーワンの大谷選手が、まあ、あれだけのパフォーマンスを出してますよね。じゃあ私が子どもの頃でいうと、まあ、イチローさんだったり松井さんだったり、まあ、もう考えられんぐらいの技術を持ってやってるんだろうなって、やっぱ遠い存在と思ってたんですよね。まあ俺らが考え至らない技術で、まあ、プレーされてるんだろうなっていう感覚を持ってたんで、まあ近づくことはできなかったです。でも今の私からすると、大谷翔平選手、ね、素晴らしい世界ナンバーワンの今バッターですよ。でも特別なことはしてないですよ、だから逆に言うと、やるべきことを的確にやれてるっていうことなんですよ。だからまあ極端な話、そこら辺の、ね、小中高校生でもやろうと思えばやれるっていうことなんですね。でそれを知らないから、恐ろしくすごいことやってるんだろうなっていうふうに思えてるだけで、そのやり方さえ分かれば近づくことができるんですよ。まああと大谷翔平選手に関しては、まあやるべきことを的確にやってるプラスアルファ、もう一個上のレベルのこともやってます。まあ、だけ吉田正尚であったり、鈴木誠也であったり、柳田であったり、まあ、ここら辺はもうやるべきことをやれてる、まあ、いい選手、もう超一流の選手なんですけど、大谷翔平ってそれの一個上のことやってるんですよ、バッティングに関して、だけど当たり前のことももちろん当たり前にやれるっていうこと、プラスアルファがやっぱあるんですよね。で、まあ、それはやっぱメジャーリーグに行って、まあ、今ノーステップ打法ってやってますけど、まあ、ああいうメジャーに対応するためにこうやって自分で変えてきた中で生まれた産物だと自分は思ってるんですけど、まあそこら辺の内容であったり、そういうことをオンラインサロンではどんどん惜しみなく話していくので、まあそういうのが分かってしまえば、なるほどねって思えれば、どんどん、まあ、超一流選手に近づいていくと思うし、全然、まあ、雲の上の人でしょう、現状は雲の上の人だろうけど、いずれ、同じ技術を極めていけば近づいていけると思うので、まあ、あと守備であったり走塁であったり、まあ、ここら辺の細かいことって本当ほぼできてないですよね。まあ、高校野球見に行って、まあ、今年うちの教え子はもう主力のチームが結構、ね、全国に何個あったかな、もう十何個あって、結構もう7月は試合見るので忙しかったんですけど、まあ、うちの教え子たちはもう活躍まあまあしてましたけど、まあでも全体的に見てやっぱね、もっと
強いチームを作るにはこうすればいいのになみたいなことがいっぱいあります。で、まあ、そういったことを一つ一つ、伝えていくので、まあ、そういうことがね、で積み重ね、そういう細かいことができていっての積み重ねの自分の総合力として、なっていくので、まあ、そういうことも、もう話していきます。まあ、今日ね、こうあの上野さんたちが、ね、あんだけあの勇気を与えてくれたんで、まあ、だけんもうちょっと話しとれますけど、もう4年後のどこですよ、あのオリンピックでソフトボールなくなるとか言ってますけど、なんとかね、こうなくさんように動いてほしいなと思うんですよ。あのバッハさんでしたっけ、まあ、本当お願いします。もう本当になんかその女子、まあ、女子ソフトでも女子プロ野球でももっともっとこう、ね、あのいろんな企業さんとかが動いて盛り上げていってほしいし、ね、もっと給料というかお金もいっぱい上げてほしいです、あの、ね、女子の選手で。なんかソフトボールに関してはちょっと昨日調べたら、なんか2022年、来年ぐらいなんかリーグがまたできるみたいなので、まあ、それは、楽しみにしてます。まあ、だけどそういうリーグとかできてきて、まあ、4年後のオリンピックをもう一回、ね、ソフトボールが復活して、やってほしいと思うんですよね。まあ、だから、まあね、あの野球ソフトボールそこら辺が好きな、ね、あの力のある人がちょっとぜひ動いてください。よろしくお願いします。まあ、ちょっと話逸れましたけど、まあ、これをきっかけに、オンラインサロンを私も初めて、オンラインスクールっていうのをやってたんですけど、もうオンラインスクールっていうのをやめてオンラインサロンで、オンラインサロンやっていくので、まあ、興味ある向上心のある方は、まあ、絶対プラスにはなると思うので、覗いてみてください。よろしくお願いします。